どうも、高野岩武雄です。今日もよろしくお願いします。今日はコンビニおつまみシリーズ久しぶりです。コンビニで買えるおつまみとコンビニで買えるお酒を組み合わせて、これ合うよとか美味しいよとかいうのを僕が勝手にぐだぐだ喋る企画でございます。今日はローソンで買ってきました。こちらエビ蒸し餃子、最近ねちょっとハマってます。なぜか安い、199円、そしてローカロリー125キロカロリーね、もうなんか僕の味方みたいな。でね、まあ、今から食べますけど、まあ、割と食べ応えもあるしいいんですよ。ということでまずはチンしてきます。はい、チンしてまいりました。熱々でございます。で、中身はこんな感じで、4つ入ってます。エビがしっかり入っておりますよという感じで、で僕はいつもポン酢で、そしてまあこれはお好みですけど、まあ、からしをつけたりつけなかったりで、やっております。今日もそのスタイルでいきます。でですね、今日は合わせるお酒はいつもね、手持ちのウイスキーでハイボールを作ってるんですけど、今日はコンビニで最近話題のこちら、まずは水ソーダ、ジンですね、ジンソーダです。水の、まあ、缶の分なんで、純粋に、普通の水をソーダ割りしたわけじゃなくて、糖類とか甘味料が入ってます。はい、まあでもこれが最近話題もあるんで、これともう一つこちらハイボール、これね知ってます皆さん、キャプテンハーロック、年がバレます。キャプテンハーロック、我が青春のアルカディアって映画ありましたけど、年がバレますね。もう皆さん知らない人が多いと思いますけど、銀河鉄道999シリーズのこちら沖縄のヘリオス酒造さんの蔵、あれを使ったハイボールでございます。で、こちらも、糖類とかが入ってます。純粋なハイボールではないんですけど、まあコンビニでうちの隣のローソンで売ってたんで、これやろうと思って買ってきたんですけど、ネットでも買えます。まあ、一応リンクは貼っておきます。でですね、買ってきて気づいたんですけど、クラハイボールって書いてあるんですけど、クラはクラでもウイスキーの方じゃなくて泡盛でした。すいません。ですので今日はこの泡盛ハイボールと水ジンハイボールで、ジンソーダでこれを食します。ちょっとではまずおつまみから一個いただきます。はい、あります。美味しいです。エビがねプリプリしてて1個入ってるんですよ。では早速飲みますね。はい、ではまず水から、せっかく缶なんで缶のものをまず一口いただきます。ジンの味が、ジンジファーベリーが香ります。これはね、食事に合いますね。アルコール分は 7% です。では
氷を2月に入れておきます。引き続きクラハイボール、これね、ハイボールって言っちゃいけないですよね、青森なんです。まあしょうがないです。はい、ではまず缶の方。うおー、これは強烈、青森です。久しぶりに青森飲みます。なんかね、ウイスキーとかジンとかを普段、そういうのばっかり飲んでるんで、新鮮というか、やっぱ青森癖ありますね。まあ好きになるとこれね、たまらないんですけど、まあ僕も割と好きな方ですけど、僕芋焼酎好きなんですよ。芋焼酎とあと黒糖焼酎で、青森も好きです。ではこちらも注いでいきます。青森の方は微妙に色がついてますね。ジンは無色透明な感じですけど、ではおつまみもいただきながら飲みたいと思いますけど、このエビ餃子は美味しいですよ、本当に。マジです。皮の味も美味しいですね、餃子。水油いただきます。水油のこの水ソーダ、これは本当に食事の邪魔をしないですね。本当は食中酒にバッチリです。クラハイボール、こちらもですね、泡盛を好きな方、飲み慣れてる方はいいと思います。食事にも、ちょうどハイボールにしたことで泡盛のどぎつさがかなり薄まってるんで、食事に合います。アルコール分は 8%、なるほど。青森苦手っていう方はもちろんちょっと無理ですね、最近あれですよね、焼酎も炭酸で割るとハイボールとか言ったりしますけど、ハイボールってもともとウイスキーですよね、じゃあその辺をちょっとね、間違いやすいんでやめてほしいですね、ハイボールって名乗るのは。やっぱりこのエビ餃子は美味しいですね。安くてローカロリーで、エビの風味がしっかり、歯ごたえもしっかり、でこのこれ合いますね、水ソーダ、うまいです。泡盛のハイボールも、僕はいいと思います。でも泡盛はもうちょっと、癖があるつまみの方がいいですね。泡盛に一番合うのは沖縄の豆腐よ。青森飲むとものすごく美味しいですよ。まあそのうち、あれ昔動画やったかな、やってないかな、めちゃめちゃ合うんですよ。そのうち動画でもやりたいなと思いますけど、はい、ということで今日はコンビニおつまみシリーズ、ローソンで買ってきたエビ蒸し餃子に、最近話題の水ソーダと泡盛ハイボールクラ、こちらを
合わせてみました。結論、この餃子には酸いが合います。はい、泡盛はもうちょっと味が濃いおつまみの方が合うと思います。はい、ということで今日は久しぶりにウイスキーじゃないことになってしまいました。というか僕はこれはウイスキーのハイボールと思って買ったんです。間違いました。もうね、開ける時になって気づきました。原材料名のとこに泡盛って書いてあったんで、おかしいなと思ったら泡盛でした。まあまあまあ、たまにはこういうのもあっていいんじゃないかと思います。はい、ということで水ソーダをおすすめです。というかこの缶じゃなくてボトルの水1500円ぐらいですか。コスパものすごくいいジンなんで、まあおすすめです。ジンもね時々やりたいと思います。僕ジンも大好きなんでいろいろありますんで、まあ今後ともジン好きの方にも見ていただきたいなと。なんかもう酔っ払ってきた感じで舌がまめっておりませんが、ジン好きの方にも見ていただきたいなと思ってます。はい、ということで今日の宅飲み場は、コンビニおつまみシリーズをやってきました。まあ毎日こんな感じでいろんなことでお酒を使って遊んでおります。まあ普段はウイスキーメインでやってますんで、まあ、ウイスキー好きの方、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒に飲みながら、酔っ払いながら見てください。よろしくお願いします。はい、ということで、今日のお宅の売り場、この辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。